はい、今日はトラックタイプのトミカを紹介していきます。このね、4台を紹介していきますね。はい、まずはこちら、日野プロフィアの葛飾区のトラックになってます。こちらにね、日野のロゴマークがあって、上に葛飾区と書かれていて、横にはね、葛飾区の街並みと区の花である花菖蒲が書かれています。後ろはこんな感じ。はい、こちらは花火大会の様子と、下にも花菖蒲が書かれています。そしてね、このトラック、ここのサイドが開きます。そしてね、この両面が開くので、こう見ると葛飾区の様子が綺麗に映されています。そしてサイド両方には花菖蒲ということで、これね、葛飾区に住んでいる人だったらぜひ欲しい一台でしょうね。次はこちら、こちらもね、日野プロフィアになってます。日野プロフィア、いろんなところで使われてますね。そしてこれは日本通運のトラックです。ここにね、日通のマークがありますし、この横にも日本エクスプレスと書いてあって、後ろにもしっかりとロゴがついていますね。はい、こちらにも日本エクスプレス。そして両ウィングが開きます。これでね、荷物を所定の場所に運んだ時に、ここを開けて積み下ろしていくんですね。これね、街中でも走ってるのみんな見たことあると思うので、一つ持っていてもいいんじゃないでしょうか。続いてはこちら、三菱ふそうスーパーグレートのコンテナキャリアカーですね。ここにはふそうのロゴが入っています。そしてね、この後ろにコンテナが2つあるんですけれども、ここがトミカのコンテナになってますね。こんなに大きなコンテナの中にトミカ入れたら何台入るんでしょうね。いっぱいのトミカが中に入っていそうです。街で見かけたら興奮しそうですね。何が入ってるんだろうと後ろを追いたくなります。最後はこちら、スバルサンバートラックのスペシャルバージョントミカカーになってます。これね、2021年にキャンペーンが行われていて、キャンペーンチケットを持って2500円以上ね、購入したらもらえるスペシャルなトミカになっています。中もね、しっかり見えますね。そしてこのトミカバーガー、横が開いて、なんとここでメニューが書かれていますね。ダブルバーガーにハンバーガー、ギガポテト、そしてここにはアイスサンドも書かれています。いろんなメニューがあってね、美味しそうですね。はい、横、ここにもね、ドリーム&イマジネーション、トミカワールドと書かれていて、ここが開いて、ここが見渡せるようになっています。これね、非売品のトミカになっているので、今は手に入らないと思うんですけど、まあ、メルカリなんかでね、見つけたら買うチャンスもあると思います。ボディもね、赤と黄色、そして上が黒で、カラフルなカラーリングになっているので、まあ、一つ持っているとね、かなり特別な感じがするので、ぜひ手に入れてみてはいかがでしょうか。はい、今回4台のトラックを紹介したんですけれども、この中で私のお気に入りは、この葛飾区のトラックです。やっぱりね、街並みが描かれていたり、区の花があったりと、その区を象徴するようなトラックになっているので、これぜひね、いろんな区で出してほしいですよね。自分の住んでるところがあったら絶対一つは買いたくなりますよね。はい、というわけで今回はトラック型のトミカの紹介でした。バイバーイ。